はいどうも皆さんこんばんは、なりです。ということで、アンダーテール前回の続きからやっていきましょう。これ、左やっけ？進んでいくの次。そうです、そうです。なんか、ロイヤルガード2体を倒して、その続きって感じですね。なに？びっくりする。急にこれびっくりすんだよな。やば、人間のことほったらかしだった。また来るよ、これ。近いうちに、ほら来た。見てると仕事を忘れる番組トップ10。盗撮ですね、それが。こう人間盗撮されてるからな、おっと、めっちゃ暗い。え？これ右でいいの？ずっと。なに？ごめん、お待たせ。また、真っ暗だね。でも大丈夫。私のハッキングスキルでなんとかできるから。すごー！え？嘘でしょ？どうした？テレビの前の素敵な皆さんこんばんは。あの殺人ロボット！今夜のメタニュース、キャスターのメタトンが生放送でお届けします。やめてください。現在、ホットランドの東エリアで何かが起きている模様です。番組の特派員が現場から生中継。特派員ってなんだ？レポーターさん何かニュースのネタになるものを見つけてください。10名の視聴者の皆さんが待ってました。全然見てなかったな。思ったより見てなかった。メタトン、リッチで大人気。人気者で半端ない。なんだこれ。もう動けるのか。なんだこの広大な地は。なにこれ。なんとそれは映画の脚本。なぜそんなところに。それを取り上げれば爆発的なヒット間違いなし。メタトンザムービー。なあこれ。メタトンザムービー28の最新情報がお茶の間に流れています。いや。その28もやってんのシリーズ。私の聞いたところによると今回の最新作も前作までと同じく私のボディにバラが降り注ぐシーンを4時間の長回しで楽しめるとか。そりゃ売れねえわけや。とはいえ、それも未確認情報の一つに過ぎません。君はまさか私の映画の古本宣伝をする気か。ネタバレはやめろ。もうお前がネタバレしてんじゃん。これについてレポートする？は？何？レポートするって何？もっと探そう。危なかった。あわやただで宣伝できてしまうところだったぞ。何レポートするって。ジャーナリズムの法則により、エリアは危険なフォースフィールドに包まれている。意味わかんないな。これなんだ？おっと、このゲームはダイナマイト級の名作。3/4ぐらいプレイしないと私は登場しませんが、私も大好きな一本で、こいつまた出んのな。めちゃくちゃ出てくるやん。プレイヤーの心を癒す点から舞い降りたイケメンロボット。そう、それがメタトンだ。そう。これについてレポートな。まだ探せんのね。これじゃあ一緒ですね。お、プレゼント？なんとそれはプレゼントだ。受け取り人は君。どう？嬉しさ炸裂？中身は何でしょう？これは気になる。開けてみるしかありません。これについてレポートだ。もっと探しましょう。あとじゃあ1個あるか。おー、犬これはセンセーショナル。私の新聞は一面トップは犬。この世界のどっかで発見される。これはどんな緊急ニュースも吹っ飛ぶインパクトです。これについてレポートする。もっと探します。もうないか。あるな。一応。バスケットボールは爆発的人気を誇るスポーツ。ただ残念ながらそのボールは試合ではできません。それはメタスポーツの新製品ファッションボール、ただのおしゃれグッズ。なるほどね。これについて、もっと探しますわ。じゃあ、ラスト、6個あるのかな？なんと、これは何の変哲もないコップに入った水。とはいえ、ひねりを利かせればどんなものでもトップニュースのネタになります。なるほどね。わかった。犬にします。犬にしますわ。はい。ますます目が離せません。これについてレポートする。はい、いけ。視聴者の皆さん、どうやら現場のレポーターが犬を発見したようです。俺なんや、現場のリポーターは。なるほどね。俺だったんやね。俺はなんか、盗撮されてるとかじゃなかったや。俺がもうリポーター。観覧席の皆さん、可愛いと言ってください。いやー、確かに、これは今年一番のほっこり系ニュースですね。見てください。可愛らしいお耳、ちっちゃなお手手。何あれは尻尾なんかじゃないぞ。導火線？どういうことびっくりした。ということは犬は？はぁ？ふざけんな、お前！何してんねん！おい。爆弾すっご！どうやらここすべて爆弾、なんじゃこいつ！何をセットしたねん。どうすんのじゃあ？なに私の言葉も？おい。そういうこと！さあ、レポーターの君、爆弾をすべて解除できなければ、2分後にこの巨大ボムが爆発して君はコッパみじん。5って書いてるけどな。2じゃないけど、生中継どころか君がニュースのネタになってしまう。まあひどい。ショッキング。9名の視聴者の、1人減ってる！ 1人減ってるぞ！人気なさすぎて。皆さんはきっとご満足いただけるでしょう。そうかな。それでは張り切っていってみよう。犬しかいねえじゃねえか、結局ほんで。あとの5つどうなった？あなたの携帯で爆弾解除機能をつけたから爆弾解除ゾーンに入ったら解除を押すだけ。ほら、急いで。なにこれ。どうぞ。なになるほど。解除ゾーン狙い。なにむずい。はい、わかった。うざい犬、爆弾解除。ここだ！え、なんで？何がダメなの今のの。絶対解除してたって。いくよ、じゃあ、せーの、ほい、ここ！よっしゃ、ナイス！なるほどね。完全に入りきったら、ノクラの爆弾さえ、左にもあるの？あ、そう、わかった。一旦ここ行こう。はい。オッケー。これ絶対無理じゃねえか。待てよ。よっしゃ、ナイス！あ、もうこんな感じでいいんやね。なに極めて速い水。いくよー。はい、ナイスー！うまっ。コツが分けりゃいけるんよ、これぐらい。左にもあるっつってたね。オッケー、左行こう。ねえ、おい、ダメじゃねえかよ、おい。なんて、どこにあんのじゃあ、左って言ってたやん。こっちかい、右かい。あー、プレゼント、コードを、プレゼント部分。はい、ここ、よいしょ。あと30秒。厳しい。じゃあこれ右側から行った方が良かったか。じゃあだいぶ右の方からね。おー、いけるかこれ。まあ無理か。何下？いや、左にあるっつったからさ、左に行ったのに全然左にねえじゃねえか。もういいよ。はい、もういけ。よし。コードゲームボム。あ、くそむずいこいつ。はい、わかった。はい、ここ絶対いけたやろ、今の。はい、わかった。はい。ここはよし、ナイス触れてた。最後の一つは右下。ちょっと待って、むずいのよ、これ。もう無敵時間利用していけ。右下、あった。はい、ナイスやばい。4秒で止まってる。あーくそ、なんだ、マジで。3秒で止まってる。待て、めっちゃ長い。ここ！よし。1秒、残り1秒。危ない。気づいたら残り1秒。あー、マジギリ。めっちゃギリだったな。失敗したら2分後にあの巨大ボムが炸裂するところだったけど、その心配はなくなった。でもその代わり、2秒後に爆発しちゃうが、なんだこいつマジで。おい、なんだこいつ。てか俺は動く板の上でなんで止まれてるそこで。何してんのでは、爆弾の不発のよう。それは長台詞を言ってる間に私が、あれこれを、あれして、まさかハッキングスキルで爆弾解除したのか。そう、それよ。すごいな、アルフィー。ありがとう。なんていうことだ。またしてもしてやられた、ニッキ人間、ニッキ親切なドクターアルフィー。番組を最後まで見てくれた8名、すごいな。10分の8が残ってますわ。それでは、see you next time。やったー、ネトトに完全勝利したね。私、最初は慣れなくてちょっと戸惑っちゃったけど、でもちょっとずつ、あなたのガイドとして自信が持って、ガイドのつもりだったのか。あー、なるほどね。てか、お前はいつになったら動くんや。その動く板の上で。あのムカつくロボットのことは気にしないでね。私があなたを守ってあげるから。それにしても、どうしても手に負えなくなったら後ろの、なんでもない。じゃあね。いや、絶対なんかあんな。後ろのなんか絶対あるわ。後ろのなんかボタンかなんかを押せみたいなことなんじゃないか。携帯の、なんか機能が、もう止めるとかなんじゃないの？メタトンを停止させるみたいなさ。さっきからあんまり喋らないよね。もしかしてアズゴに会うから緊張してる？いや、そういうことじゃないよ。大丈夫だよ。確かに一言も喋ってないから、ナムルは。王様とってもいい人だから話す分かってくれるよ。それにあなたは自分の魂でバリアを抜けられるし心配ない。そんな顔しないで笑って。俺って何バリア抜けられんの？そんなこと言ってた？L2 は、あれやね、初めて来たね。行き先。あ、3が選べるね。じゃあここ行こっか。なるほど、戻ってもいいけど、みたいな感じなんやね。はい。まあ、突き進むしかないですわな。うわ、すげえ。頂上か、3階が。上にはもうこれ以上ないよね。ってことはね。あ、こんにちは。皆さん。なんか、ここは大丈夫そう？看板読もう。スパイダースイーツ即売会、売上全額本物の雲に寄付されます。その本物の雲は使い道に困るんですよ。スパイダードーナツ、弾力があってよく弾みそうだ。いや、そういうことじゃないのよ。ティールームへようこそ、スパイダースイーツを一つ以下が、売上全額、もう聞いたそれ。じゃあ売れよ。売ってくれじゃあなんか。買うとか。買っちゃった。ドーナツ買っちゃったよ。本当は欲しくなかったのに、いらないって言ったのに、あの女の子が怖い目つきでにらみつけて、下舐めずりするからつい、おかげで一文なしで。ドーナツ1個そんなに高かったの？一文なしになるぐらい高いの。やばい、5万ぐらいすんのかな。うおーほん当に高えわ。これ一問なしになるわ。俺ボケでさ、5万とか言ってたけど、ごめん、ちょっと超えちゃった。金額9999。ごめん、本当になんか。ちょっと、先言っちゃってごめんね。うん。いらない。バカなんよ。買う方がバカなんよ、これ。はいはい。もしもし、アルフィーです。ここさっきのエリアと同じで、北と南にパズルがあって、両方クリアしないと先へ進めないよ。それから、パズルの答えはあんまり教えたくないんだけど、ヒントが欲しくなったらいつでも電話してね。あ、そうだ、それよりもっといい方法がある。アンダーネットでフレンド登録しよう。そうすればいつでも連絡取れるし。あれ、待って、私たちもうフレンドだっけ？そっか、私が登録してあげたんだってね。ってことは、私の書き込みずっと読んでた。そっか、あなたもキスミュー2はクズだと思うよね。知らない。1を知らないし。何してんのちょ、待って。今何してたマジで。コントローラーね、勝手に動いちゃうんですよ、たまに。すいませんね。はい、いきます。北と南にあった。あるって言った。北と南、上と下ってことか、じゃあ。とにかく、これ下しか行けないね。下しか行けない。これ右。で、右行けるね。右行ってみようか、じゃあこれ。はい、右。あれ？南ってこっちじゃねえよな。あー、違う、ドアがあって、はい、そういうことね。そしたら、下に行かないといけないのよ。まあ、上でいいか。じゃあ、先上行こう。はい。だなんでこんな感じにしてんのやろね、道を。別に全然たどり着けるのに、普通に。ここで引っかかるやつは絶対ねえと思うけどな。あ、1個だけ。なるほど、これ、さあ、ちょっと待ってよ。こうでいいんじゃねえか？あー、なるほど、そうなるのか。なるほど。じゃあ、こうでいいんじゃね？こう。ちょっと待てよ！むずい。ちょっと待てよ！だから、こうだな。よし、オッケー。ナイス！はい、どうもー。一応読んどこうか。うん、弾一発系。簡単でしたよ。うわ、びっくりした。なんで出てきてんの？お気に入りのメタとのアクションは、最悪の状況でポーズを決めるとき、料理番組で卵の焼き加減を見せたときとかね。バカにしてんな。敵に寝返った裏切り者を倒すとこ、番組とかでね。番組で敵を倒すの？ぶっ飛んでんな、その番組。それこれ右、上、ありゃ。あ、一旦戻らないといけないのか、これは。じゃ、下、右ですね、これ。で、下か。で、下、左、下。オッケー。さあ、解いていこう。じゃあ、これ下か。うおー、青か。青は止まってりゃいいもんね。止まってりゃいいんじゃないの？あれ？止まってりゃいいんじゃないの？なんで止まってりゃいいんじゃねえの？どういうこと？動いてるっていうことにされてんのか。あのね、全然関係ない話してたんだけど、今度一緒に人間のアニメ見ない？あんの？そんな人間のアニメとか。キスキスキューティーっていう、ミュウミュウっていうの。なにまあいいよ。すごく面白いの。一番好きなアニメだ。そう。ミュウミュウって、早い。読めない。何も読めない。全然わかんなかった。大丈夫。何もわかんない。これ俺押してないです、何も。勝手に進むんよ。全部わかんなかった。一個も聞いてないからね。はい、全部わかんないよ。はい、わかった。もう、この旅終わったら最後に見ようねっていうのだけわかったわ。これはじゃあ弾は一発なんでしょうね。はい、いきまーす。こう。なるほど。ああ、面白いかも。3つここ、じゃない、2つだ。2つそっちにしないで、こうですわな。はい、オッケー。いや、これさっきより簡単やったな。はい、行こう。よし。マジでさ、青。おー、なんだ君は。わざわざ止まって鼻の匂いを嗅いだ。もっと重要な何かやと思うやん。あんなところにさ、ああいう感じで置いてたら。そりゃ調べるやん。鼻の匂い嗅ぐだけってなんやねん。いらんかったまであるからな。はい、どうも。ちょっと怖いな。アイテム、20。まあいいや。ああ、よかった。アイテムで回復しようと思ったけど、セーブポイントあった。ナイス行こう。続いては、はーい。紫のやじ。これ踏んだらダメっぽいな、なんか。ねえ、聞いた？何？踏んでいいの？あ、関係ないのか。横島のシャツを着た人間はもうすぐここを通るんですって。今通ってる。あ、ちょっと遅くなるね、スピード。しかも人間は雲が大嫌いなんですって。まあそうですけど。うわ、遅っ。雲を踏み潰すのが趣味なんですって。いや、人によるわ、それ。俺は嫌なんです。ちぎるのが大好きなんです。やばいな。まあ、いるでしょうね。そういう人も。俺にはよくわかんないけどね。それ人間は何？あ、動かない。やばい。ちょっと待って。ジョロクもものすごくケチなんですって。お前全部知ってたやろ。あなたのグルメなお口には私のスイーツ合わない。スイーチュあなたのお口は。私のドーナツの隠し味にぴったりは。あ、殺されるわ。あ、やばい。マフェットに囚われた。なるほど。マフェット10ゴールド払う。正直何これ。分析しましょう。マフェット。38.8、18.8、どうやって計算すんねん、その点8は。切り捨てか切り上げろ。お家に誘われたらご用心。あら、どうしたらそんなブルーな顔して。危ない！待って、毒か。なにあなたには紫の方が似合ってるわ。次は何紫の雲の板に囚われた。もがいてみようか。体をよじってみた。マフェットは口に手を当ててクスクス笑ってる。関係ねえな。これだから上か下か、真ん中かとかの避けるだけしかできないのね。オッケー。次はっていうあれが意味わかんねえ。シンクロダンスを踊った。ちょっと10ゴールド払ってみましょう。このターンのマフェットの攻撃は弱くなった。ああ、そうなんや。強いよ。弱くないよ、何も。ね、2匹出てきた。雲は音楽に合わせて。これね、戦うもあり得るし、見逃す、逃がすとかもあり得るんよね。逃がしてあげるわけないじゃない。こっちが逃がしてんのよ。なるほど。むっついな、これ。オッケー。ナイス。はい。次は、なんだあれ。また逃がしてみよう。見えない幸せになれるんだから、上でよかった。やばい、あ、それ何当たった方がいい？あれ当たった方がいい？関係ないか。奇跡的に避けれただけか。当たるのむずって思ってたけど。40ゴールド払う。高い。前払ってみよう。このターンのマフェットの攻撃が弱くなった。あ、そうだ。私のペット紹介するわ。ちょうど朝ごはんの時間で二人とも仲良くね。やばい。あ、簡単やん。めっちゃ簡単。早い。何？ちょっと待って。ああ！そういうことか！何も弱くなってないやん！ああ！待って、やばい、ちょっと早い。ちょっと待って。やばいってこれ。アイテム使おう、シナモンキー。あなたのことを教えてくれたモンスターは？ああ、待って。むずい。ああ、こういうクラウンやね。はい。どう？音楽に合わせて手拍子する。待って、やばい。回復アイテムが2個しかない。マフェット80ゴールド払ってみよう。わかんない。これだけしか変わんないから。これやっててさ、お金なければ終わるんですけどね。ちょ。あ、弱。めっちゃ弱。ちょっと150払ってみますわ。どんどん払っていこう。あ、ここですね。はーい。アンチじゃねえのかい。あ、なにそれ取るの？シンクロダンスだった。200、高いなぁ。これ違うのかな？取ってみようか、それ。あー、違う、攻撃だったわ。取れるもんじゃない。ヘルメットみたいな。ハートを強化できるみたいな、そういうことじゃないのね。500払う。あ、じゃあ、お金関係ないわ。多分。払っても意味ねえわ。うわ、どうしよう。戦うやってみようか、じゃあ、一旦。あ、ノートやから弱いわ。どうしようかな。これ、上にいた方がいいやつか、またペット。待って。無敵時間長。はい、これ上に行くよ。なんで下下がんの？上、オッケー。はい。あ、死んだ。はーい。ってことで、じゃあ、今回は、逃がし続けてみる？アンダインの時みたいな感じでさ、なんか変わったりしないかな？ダメだったらね、やり直せばいいからね。で、あとね、アイコンじゃない。コントローラー変えてきました。スラスラ動くわ。そんなんあったか。よし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 。そろそろディナーの時間。いやー、これさ、もしアイテムさ、使い切るまで、置いてさすがに。アイテム使い切って、体力回復しきっても、それでも逃がし続けてダメだったら、多分もう倒すしかないんじゃないかなって思ってます、一応。あ、待って、ほんまにやばい。あれ、まだ生きてるの？うふふ。あー、買ったペットちゃんで、買った遺跡のクモちゃんから電報。遺跡であなたを見たですって。あなたは私に寄付してくれたのね。私すっかり誤解してたみたい。てっきりクモが嫌いな人かと思って、魂を奪えって言った人たちは、きっと別の横島の人間のこと言ってたのね。迷惑かけちゃってごめんなさいね。お詫びに、またいつでも関係するわ。次からもお金はいらないわ。ぐるまきペットと遊ばしてあげる。ああ、いらないです。今逃がしてあげるね。え、マジ？戦ってみる？はは、素直に逃げると思ったか、お前。俺は戦うぞ。逃げよう。ゼロゴールドかい。とっても楽しかった。また来てね。うん、わかったよ。君とはいい友達になれそう。ちょっと回復しに行きましょう。セーブして帰ってきたらここにいたな、なんか。あら、来てくれたのね。あなたらいつでも歓迎を。ただし、お行儀よくね。はい。さあ、次行きましょう。お、なんだ、楽しそうなポスター貼ってる。メタトンの最新オペラのポスター。ああ、楽しくなさそうだ。運命の波に引き裂かれた不運な小人たちの悲劇らしい。そろそろ開演時間のようだ。なんで間に合っちゃうの？タイミングが良すぎるな。あ、これツタ登れるんじゃね？あ、なに？まあ、あの人間は？え？どこから？ああ、いた！びっくりした。もしかして私の運命の人なに俺が演者だったの？まさかの、なんでやねん。なんも知らねえぞ、台本とか。もう適当にやるからな、おめえ。覚悟しとけよ、お前。全部アドリブで表せろ、お前。あなた、はい、関係ないです。ああ、上に行けない。逃げてよ。逃げようとしてんのよ、だから今。どこにも行けない、上にも行けないし、王様に、何？はい。どけ。邪魔だ。見つかる。あ、やばい。どこにも行けない。人間は、敵なの。すぐ歌ってるみたいやな、本当に。悲しい。こいつの進行方向止めてやろう。押すな。けれども、次右に動くな。よしよし。止めろ。檻に、今これバグ起こりそう。ちょっと待ってほらバグ起こってる。ちょっと待ってどこ次手前右か。クソ間に合わねえ。クソ下か。何の遊びだ。ほらバグ起こるってこれマジで。チカチカしだす。ほらちょっと待って動けない。左涙が出る。ごめん全然読んでなかった歌。すまんね。一瞬さ、こいつの中に入ってたぞ。あ、今ちょうどなんか頭撫でられてるみたいな感じになった。ここで止まっちゃった。あなたが牢屋に閉じ込めてしまうなんて。じゃあさよなら。はい？え？そこ？俺ピンポイントでここに来たってことじゃん。えぐくない？ピンポイントで落ちる場所に来たってこと？一体どうすればいいの？私の運命の人は地下の牢屋に閉じ込められてしまった。愛しいあの人は卑劣なパズルの罠にかかり間違いなく死んでしまう。ああ、なんと恐ろしい。カラータイルのパズル。色のついたタイルの一つに残酷な仕掛けが。例えば緑タイルは振ると音が鳴り、モンスターの場合、うわぁ。赤いトルテルは、待ってよ。このパズル100個ぐらい前のエリアで見たよな。だいぶ前やな。ほんまにだいぶ前。覚えてるわけねえやん。いや、覚えてねえって。それと急いだら、なぜなら30秒にクリアしないと。なにバーナーで焼き殺されちゃうからね。あはははは、こいつやべえな。かわいそうなあなた。悲しみなまり笑いが止まらないわ。よし。俺はバーナーに立ち向かっていく。よし、行こう。おっせえのよ。なにこれ。もう、早くしろよ。なにちょっとわかんない。わかんないよ。何がパー。ちょっと待って。意味わかんねえ、マジで。こうかで、こうわからねえって、マジで。覚えてるわけがないんやからさ。やばい。おっと、残念。時間切れだ。やばい。死んじゃった。やばい。終わったわ、これ。はい。絶対絶命大ピンチ。やばいね、これ。最初ふざけなければよかった。もう一回やろう、じゃあ、これ。はい。次本気で行くわ。なに今助けてあげるから。いや、助かるんかいこれ。なんじゃいや、じゃあ行かなくてよかったの ?30 秒で。もう助かる仕様だったってことか。ああ、なんだ、ふざけてよかったのか、別に。メタトン、観念しなさい。あなたに私たちを倒すこと、私たちあ、俺ら仲間になっちゃったのか。もう、最強のコンビ、あなたのバズルもここで諦めてお家に帰りなさい。なんだって、バズルはここまで。アルフィー、寝言は寝てから行ってほしいね。緑のタオルと踏むとどうなるか忘れたのか。音が鳴ってモンスターとのバトル。てか、バトルになってなかったけどね。そのモンスターっていうのは僕のこと。あー、これやばい。これはどうしたらいいのかな。黄色い声をあげよう。しかし何怒らないのかい。さあ、お別れの時間がね、子猫ちゃん。あ、電話だ。はーい、電話。早く出た。もしもし大丈夫よ。つって、携帯にもう一つの秘密機能をつけたの。黄色いボタンがあるよね。行動メニューを開いて押してみて。わかった。行動メニューが光っている。黄色いボタン。押した。メタの部位、共鳴している。おー、なんだその黄色い光は。あ、何の音。おっと。逆さの黄色になったぞ。今、なるほど。すごい。なんか、あれみたいやな。インベーダーゲームみたい。うお、そんな我がな、やられた。なんということは、君は思ったより強いだ。さよなら。終わりボス戦じゃなかったの？やったね、倒したね。すごいよ。君のおかげ。そう、そんなことないよ。あなたが頑張ったからだよ。私はどうでもいい。昨日の携帯をプログラミングしただけ。あのね、変に思われるかもしれないけど、一つ言ってもいいかな。どうぞ。何ですか？あなたに会う前はね、私自分のこと好きじゃなかった。ずっと自分なんてでき損ないだって思ってた。何かやろうとすると必ず誰かをがっかりさせちゃう。そう思ってた。でもね、あなたのガイドをやってみてから私、自信が湧いてきた。あなたが私に協力させてくれたおかげ。それはそうと、コアはもうすぐそこ。メタホテルのロビーを抜けたらすぐだからね。さあ行こう。メタホテルやったの、ここ。なんか温泉とか入ろう。てかこれ絶対この長さ30秒じゃ無理やろ。ふざけんなよ、マジで。30秒じゃ無理なように設定されろ。あー、あいつだ、ナイスやつだ、ナイスアイスのやつ。売ってから店は大繁盛さ。そこの二人のおかげ。あー、はい。この戦い終わったら二人でアイスクリーム食べようとか言ってたからな。ないんかい。そうだ、君のとっておきのものをピカピカのスマイルどうかな。いらない。マクドナルドですか？あ、どうも。あ、てか、あんたはぶっ殺す話。あれしばらく延期したからさ。あんた姉さんには内緒な。ありがとう。幸せそうだ。俺たちは仲良くできそうだ。追加しといて、テロップに。俺たちは仲良くできそうだって。R さん。やあ、君、俺の名前覚えてる？フレミー。違うな。まさかこの俺が負けるなんて、何？あ、俺覚えてないよ。顔おもろ。あ、ごめんね。本当に覚えてない。フレイヤー。ファイヤー。もうええわ、なんでも。あ、ここに繋がってるんやね。あ、セーブできんのかな？どっかセーブしたいね。3000！ 久しぶり！ねえ、右の怪しい路地に入ってみて、お買い得商品が揃ってるよ。ちょっと待って、セーブさせて一回。ねえ。あー、怖いなー。行ってみるか。なるほど。見せないの。はい。裏はできないでしょうね。ジャンクフード17回復、かじった跡がある。そのジャンク。空っぽのピストル、武器10、弾は別売り。じゃあ撃てねえじゃねえか。アーマー12、攻撃力がアップする。アーマーやのに攻撃力がアップすんの。いらないな。謎の鍵、多分誰かの家の鍵。全部買いなよ。謎の鍵、これ気になるな。多分誰かの家の鍵。どこの家の鍵だ？まあ、買っとくか。はい、買います。イエーイ。いやー、どこの鍵なんやろね、これ。まあ、持っといて損はないっしょ。オッケー、持っとこう。よっ、3000。よう、怖い行くんだって。その前にオイラと飯でも行かない。あ、いいよ、行こうぜ。よし、じゃあ、あんたのおごりな。行かなければよかった。こっちだよ、オイラ、近道知ってるんだ。よう、知ってんな、サンズは近道を。どこの何これ？もう着いた。何これ？さっとあんたの旅もそろそろ終わりか。もう終わりなの俺？よっぽどうちに帰りたいんやな。まあ、気持ちは悪くもないぜ。でもな、与えられたもんを受け入れて生きていくってのも悪くないぜ。ここには食い物あるし、友達だっている。そこまでしなくても帰る意味あんのか？なるほどね。魔物の友達めっちゃ増えたから俺。めっちゃ楽しいここいて。やっぱり忘れてくれ。おいらはあんた応援してるぜ。ありがとな。なるほどね。なあ、面白い話してやれよ。おいらスノーフルの森で警備員してるだろ。知らん。人間が来ないか見守ってるだけでさ、毎日暇でさ、でも、森のずっと奥に、鍵のかかったでかいドアがあって、来た、これだ。鍵のかかったでかいドアが森の奥。あー、わかった、一番最初のとこや。思い出した。道はあんまり覚えてないけど、思い出した思い出した。これがギャグの練習にぴったりだ。ある日その動画はお客さんの代わりに新作ギャグを練習してたらさ、突然ドアの向こうからおばさんの声で突っ込み入れられたんだ。何言うとりまんねん。めっちゃ関西弁やな。だからすかさず返したね。ピン芸人に突っ込むやつがあるかいな。そしたら突っ込むやつがあるかいな。そうそうボケてへんわって言ってやったら、そのおばさん大笑いし始めた。お前一人で練習しててそもそもボケてないってどういうことやねん。ボケんかい。てか俺の方にもナイフとフォーク用意しろ。お前なんでお前だけナイフとフォークあんじゃい。今世紀最高のギャグも聞いたみたいな勢いで、だからオイラどんどんギャグを連発した。オイラのネタであんな笑ってくれた人は初めてだった。そしたらそのおばさんが、私も一つギャグを言っていいって言うから、どうぞって答えたらさ、ねえ不思議だと思わないって言うんだ。何があって聞いたら、こんなに近くで話してるのにトークなんて。あー、このおばさんただもんじゃないって思って。あんまり上手くねえぞ。その後はもう何時間もギャグ合戦さ。でもオイラが帰る時間になっちゃって、パピルスが寝る前に本を読んでやらないといけないが、あいつあかん。めちゃくちゃちっちゃい子みたいなんやな。そしたらまたいつでもいらっしゃいって言われたんだ。だからオイラその後何度もそこへ出かけてドア越しにギャグを披露することになった。最高だろ？あー、そうなんや。別に最高かどうかわかんねえ。でも、ある日、おばさんがあまり笑わなくなった。どうしたのって聞いたら、よくわかんないこと言われた。もしこのドアから人間が出てくることがあったら、一つ約束してほしい。どうかその人間を守ってあげて、オイラ約束するのって好きじゃない。しかも、相手は名前も知らないおばさん。だけど、寒いギャグでこんなに笑ってくれる人の頼まれたら、嫌だなんて言えないだろ。あー、なるほどね。それで守ってくれたってこと？でも俺はそのドアから出てきたわけじゃないんじゃない？つまりどういうことかわかるか？おばさんとの約束、あれがなかったらあんた今頃どうなってたと思う？そう。ちょっと怖いかも。なにドクロになっためっちゃ。お前は今頃とっくに死んでいた。は？待って。サンズ？あ、そんな顔すんな。からかっただけだ。それにオイラ、あんたのことちゃんと守ってやっただろう。おかげで、あんた一度も死ななかったじゃない。どうした？確かに、そんな顔して。オイラなんか間違ったこと言ってるか？いや、間違ってはないと思うけど、やばい。ゾビゾビするわ、なんか。肝試しに行った時の感覚に似てる、ゾビゾビ。まあ話はそんだけだ。じゃあ、気ぃつけてな。あんたのこと大事を持ってくれてる人がいるからさ。誰？おばさんって。どうしよう。レストランを訪れた有名人のコメントとサインが並んでいる。衝撃のうまさ、芳醇な香り、僕の顔は絶品。全部メタトンだ。あー、いらねえ。ガジュマル。ちょ待て、飯は食わねえの結局。って、ここどこ？レストランに聞いたけど、予約をするの忘れたことに気づいてさ、恥ずかしいから済ました顔でそのまま入ってきちゃった。で、仕方ないからこの葉っぱに水を何がしょうがないからやねん。全然意味わかんない。レストランにある葉っぱの水を舐める意味が。こいつら予約したのから、もともと人間の侵略を阻むためにパズルを作り始めたんだけど、今じゃ複雑な建物を作ること自体がしきたりになっちゃって、3歩進めはパズルに当たる困ったもんだよ。なるほど。魔物たちも迷惑してるね。僕はコナーの作業員。コアの中にはいろんなパーツが組み合わさってできて、レイアウトを自由に組み替えられる。いやー、しかし今日は楽しかったな。僕パズル大好き。あ、そう。わし満載で今日は営業に来とりますねん。こいつも関西弁やな、なかなか。おかげで人気者でして、ただ、うちのせがれがな、おとんみたいにお笑いやる言うとりまんねんけども、あいつのネタおもんないんですわ。寒いダジャレばっかり言うとりましてな、こんな関西弁あんま使わへんで。もう、親としては恥ずかしい。恥ずかして。もうええての言い方やが、恥ずかして。おかんが死んでも、それぐらい家におるのが耐えられへん言うて、そんでせがれは家を出てもうたんです。出てしもたんですわーやわ。それっきりおうてへんねん。わし、父親、スキップしちゃった。まあ、いいや、もう行こう。あいつちょっとエセ関西弁やったな、ちょっと。いらっしゃいませ。当店ではお席のご予約が必要です。じゃあ、俺らは席の予約絶対してねえやん、急に言ったから。それからテーブルと食器と食材もご予約を。俺の分はされてなかったってことなんやね。だから。おい、大丈夫かこれ。何しょうね。噴水に碑文が刻まれている王国記念噴水2000。メタトンはもうどうでもいいや。セーブしよう。はい。さあ、てことで今回のアンダーテールここまでにしたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。ナイルでした。バイバイ。